はい、皆さんこんにちは。今日はですね、2月10日ということで、ユニクロ U の2023年春夏のね、新作が発売されたということで、まあ僕も今日ですね、まあ朝から一応ユニクロの店舗に足を運びまして、まあいろいろと商品をね、全部一通り見てきまして、で、その中でですね、まあ僕が今回いいな、まあ購入してもいいなと思った商品をですね、3点ピックアップさせていただきました。まあこの T シャツを含めると4点ですね。はい。まあ、ちょっと今回珍しく事前レビューの動画とかも上げさせていただいたんですけども、まあ、やっぱりこう実物を見ると少し意見も変わってくるなっていうところもありまして、なので、ま、想像よりも、ま、購入した商品はですね、少なかったんですけども、個人的にはま、今回ユニクロ U はこれがいいなと思ったものを購入させていただきました。まあ、ぜひね、気になる方は最後まで見ていっていただけると嬉しく思います。では、もう早速いっちゃいましょう。はい、じゃあ早速ご紹介できればと思うんですけども、まあ、今回ですね、僕が購入してきた商品1点目はですね、こちらのオーバーサイズシャツのダークグレーの L サイズになります。で、まあ、今回ですね、こちら購入させていただいたんですけども、まあ、今の気分がですね、ちょっとこう大人っぽくというか、春夏ではあるんですけども、まあ、挑戦したこう色味を購入するのではなくて、まあ、渋いね、色味の商品がいいなと思ったので、まあ、今回こちらをチョイスさせていただきました。で、まあ、これもですね、実際にこう着てみると割とこうシルエットが綺麗と言いますか、半袖シャツなんですけども、夏場結構活躍しそうだなと思ったので、こちらを購入してます。で、色で言いますと全部で3色展開にはなるんですけども、まあ、個人的にはまあこの色味が一番大人っぽく着れて好きだなというふうに思いました。はい、実際に着てみるとこんな感じですね。僕身長178センチ64キロで L サイズでまあこのぐらいになるんですけども、割とまあ肩幅ある方の僕でも L でもですね、十分大きく着れるようなサイズ感にはなってます。袖丈もですね、結構長めで、僕で肘ぐらいあるので結構5分丈ぐらいはあるかなっていうシルエットで、襟元のですね、ところにこうボタンダウンがついてたりとかするので、まあ、少しね、綺麗めな印象なんですけど、まあ、このダークグレーの色味がですね、ちょっと割と大人っぽい色味にはなっているので、夏場ちょっと渋く半袖シャツ着たい方とかは、この色味かなりいいんじゃないかなとは思ってます。まあ、僕であったら夏場こんな感じで、ちょっとシルバーアクセサリーをですね、結構割と多めにつけてバランスをとっていきたいなというふうに思いました。襟もですね、結構ちょっとこんな感じで大きめの作りにはなっているので、着た時に小顔効果はあるかなとは思います。はい、ではお次2点目がですね、こちらのレディースのカーブジーンズになります。で、まあこちらがですね、名前の通りではあるんですけども、カーブ型といいますか、シルエットが丸みを帯びているようなデザインになってます。はい、まあ、ただ、まあ、履いてみるとそこまでこう癖があるわけでもなく、まあ、結構割とシルエットは綺麗だったので、ぜひね、今から店舗に行く方とかはね、一回こう履いてみていただけたらなとは思ってます。で、まあこちらもですね、結構カラー展開は複数あったんですけども、まあ、青系のデニムとか割と手持ちでもう持っているので、今回ブラックジーンズを購入させていただきました。はい、というわけで今履いてみました。履くとこんな感じのシルエットになってます。そこまですごくこうカーブのシルエットが出てるっていうわけではなくて、ストレートデニムに若干見えるんですけど、意外とこう広げてあげたりすると丸みが出てきたりとかして、結構面白い形かなと思うのと、あとはこう男性でもですね、こうハイウエストで履いていただいても全然丈はね、足りるような長さにはなっているので、足長効果とかもですね、かなりこう期待できるジーンズなのかなとは思ってます。一応今回ですね、メンズのデニムも履かせていただいたんですけど、メンズのデニムをですね、僕が履くと結構このぐらいの
丈の長さといいますか、割と結構短かったので、まあ、個人的にはこのぐらい丈長めのデニムの方がかっこいいかなとは思って、今回こちらを選んでます。まあ、前を開けるとこんな感じですね。まあ、ブラックで割とちょっと太めで男性でも綺麗に履けるジーンズとかお探しの方とかは、まあ、今回のこのカーブジーンズいいんじゃないかなとは思います。はい、ではお次最後ですね。最後はですね、こちらのバッグになるんですけども、はい、まあ今回ねバッグ類結構期待されてる方も多かったんじゃないですかね。まあなのでちょっと今から実物見ていただければなと思うんですけども、今回ですね僕が購入したバッグはこちらのバケットバッグのラージサイズになります。はい。で、まぁ、今回ですね、バケットバッグ気にされてる方も多かったかなと思うんですけども、こちらのバケットバッグに関しては、ラージサイズと、ミドルですかね、サイズが2種類あったんですけども、まあ、今回僕は大きめの方を購入させていただきました。で、色展開はですね、こう、いろいろ複数展開あったんですけども、で個人的にはまぁ、一番間違いなく使いやすいのはブラックかなと思ったので、こちらを購入してます。はい、というわけで、まあ、サイズ感としてはですね、ラージサイズでこのぐらいあります。結構ですね、大きめの作りにはなっているので、割と物はですね、入るかなと思います。で、内側はですね、ちょっと見にくいかなと思うんですけども、こんな感じで結構奥行きはありまして、まあ、こんな感じで、1個だけ内側にもポケットがあります。でその他はですね、まあ、こんな感じでドカッとしたバッグにはなるので、まあ、荷物をこうまとめていただいて、上を絞るような形になるかなと思いますね。取っ手はですね、こんな感じで上にこうついているのと、あとはまあ斜め掛けもできるように、こんな感じの太めのですね、ベルトが1個ついてます。ちょっと巾着みたいなこうイメージで、上をこう閉じてあげると、まあ、こんな感じで手持ちのね、バッグとして持ち運びもできますし、意外ととっても長いので、こんな感じで取っ手だけでも一応肩にはかけられる長さにはなってます。まあ、ただ、多分おそらく、手持ちではあんまり使わなくて、まあ、太めのこうベルトを使ってですね、持ち運びする方がほとんどなのかなと思うんですけども、長さの調整は結構楽で、一番短くてこのぐらいです。で、長さ調節もこれ思ったより楽で、長さ調整のところをですね、こういう風にこう引っ張ってあげるだけで、長さがですね、結構自在に変えられるので、これはですね、結構いいところだなと思いました。一番長くてこのぐらいなので、長さで言うとこのぐらいですね。はい。斜め掛けして、まあ、全然余裕がある。ちょっと長いかなぐらいなので、今の季節こうアウターとか着た上からでも全然こう斜め掛けできるような長さにはなってますね。個人的にはなんかこう半分ぐらいまで長さをこう調節して、なんか肩にかけるぐらいが一番こうかっこよく運べるのかなとは思いましたね。でこちらがですね、一応僕が前回購入した、ドローストリングショルダーバッグですかね、の大きさになるんですけども、比べてみると、まあ、こんな感じですね。まあ、ちょっとこう印象は変わるとは思うんですけど、これに関しては本当にどっちか好みかなっていうふうに思いますね。今回のバケットバッグは、まあ、こんな感じ。で、まあ、ドローストリングショルダーバッグは、まあ、こんな感じ。まあ、これに関してはあんまり肩掛けというよりかはこう斜め掛けメインになるかなとは思ってて、つけてみるとこんな感じですね。はい。本当に好みだなと思います。まあ気に入った方を買っていただければなと思うんですけど、これは好みですね。はい。まあ個人的には今回のバケットバッグはなんか好きですね。はい。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日の動画はですね、2月10日本日発売のユニクロ U 2023年 SS のですね、新作の商品を中心にご紹介をさせていただきました。まあ、今回こう購入した商品そこまで多くはなくて、でかつまあ売り切れ続出のアイテムってそんなにいないのかなと思ったので、土日でも全然ゆっくり見れるかなとは思ってます。ただちょっとバッグ類だけ若干争奪戦になるのかなとは
思うんですけども、まあちょっと今日の動画ね、少しでも参考にしていただけたら嬉しく思ってます。はい、というわけで今日の動画はね、こんな感じで終えさせていただくんですけども、まあ、僕はこんな感じでファッション系のコンテンツを中心に日々動画投稿しておりますので、ぜひね、少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。インスタグラムの方もやっておりますので、気になる方はこちらもチェックをしてみてください。はい、ではね、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。